1年生入ってきました、新入生が、新入生、よろしく、そういう伝統芸を私たちの事務所はもう持っておりますので、ありがとうございます、ナイス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 、ナでは後半戦、さっきまでは、ラインが3つの戦いが結構あったと思うんですね、はいはいはい、ここ7人で走るんですが、ライン3人対4人と、はい、4人って結構珍しいですね、はいはいはい、そうですね、なかなか7人しかいないので、はい、むっちゃブロックとかされちゃうけどね、そうな、そうなんですよ、だから2人の時っていうのは、はい、大体こういう誰かが来た時にブロックに行けないんですよ、はい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 、真後ろから行かれるんで、ただ4人もいたら、例えば後ろからこう誰かがまくるときに気づきますよね、はい、あ来たなっていう、はいはい、来たなって思ったらこの人が仕事する準備ができます、はい、なのでこう来たときにこういうブロック、はいはい、今4社のラインが強いと申し上げたんですが、それでも強いのがこの7番の人、7番の中井俊輔選手、この中井選手っていうのは地元奈良の選手に、はいはい、なります。で惜しくも初日勝ち上がることできなかったんですけども、はい、他の選手とちょっとこう先行争いやり合っちゃってやり合っちゃって足を使って最後4着に沈んでしまったということになりますね。7-1からのその後ろにいる4番の吉村選手、チームの人と、2番先行の後ろから5番の選手が抜け出して、7-1からの4-5、はい、で7は行くんだけれども1番の選手がちょっとブロックをされてしまった場合には5番の選手が抜け出すだろうということで、7-5から前を走る2番の磯島選手の3着か、5番の選手の後ろにいる3番の高橋選手を3着に絡めて、はい、ちょっとシンプルに前半戦先生の凄さが際立ったんで、いや確かにね、ここはちょっと乗らせていただきます、うん、さすがに7-5から2-3、2点で勝負させていただきます、うん、2戦ずつです。ちょっと僕は2連単で勝負しようと思います。おこちら7-2と7-5なんですが、うんうん、まあ、オッズも意外と残ってますし、ちょっとまあ1番の中川選手、うん、いや2つ休んでたらどうですかと思うんで、ちょっとなんか3連単買いにくかったんで、ここはちょっと、まあ、手堅いところ当てさせていただいて、残りまだ3つありますから、これで当たったらまあ 200% も目指していけるかなというぐらいで、はい、じゃあ僕の方が七頭先生の丸のっかりです、はい、ただ和田も買いました、いいですね、和田の2-3、2-3-7、過去100円で合計で6000円、これも漏れがないよ、しっかり抑えます、はい、これ多分がみらないです、多分欲しがるね当てたい、欲しがってるね、ちょっと前さん当てんとまずいなレースのスタート SQ 選抜競争1番中川、フライングってあるんですか、自動的にあそこの発送機が降りるんで、ああ、はい、用意ドンで降りるんで、そうあれ降りてるんすね、はい、見えへんかった、大丈夫なんです、残り3周回を切ります、まあ、2分戦だけに中井あるいは突っ張り策があるかもしれませんが、結構声出す人が多くなってきましたね、はい、確かにね、やっぱ好きな人集まってるんでしょうね、お仕事終わりでとか、お仕事終わりで、まだ動きがない、いや晴れ男磯島選手、ここで2が行ったんで7番が、はい、これで引きましたね、はい、は結局車を下げました、先生の予想通り、今のところ予想通り、はい、こういう形で7-1ないよ、あとは7が仕掛けたときに1がついていけるか、はい、2番5番の仕掛ない3番高橋6番の春日、どこで行きますか、まだ行かないですね、このジャンの3コーナーぐらいで行くか、はい、もう少し待つか、残り1周ぐらいで、はい、でこの先で打つか打たないですね、なんで完全にこれまくりに構えたんで、はい、1からしたらもうちょっと早く行ってほしいと思ってるところが、はい、7-2、7-5、はい、でここで行きましたね、中井選手、これ7いけんの、あ、行った、すげえ、5番の仕事見ててください、5が何かするか、確かにブロックしてましたけど、はい、1回しましたね、頼む、うわー、ちょ中川選手早いわ、中川さんもちょっとついてますね、ついてますね、5も頼む、頼む、7-5-3、7-5、え、7-5-3っぽかった、7-5-3っぽかった、大丈夫じゃない、大丈夫じゃない、はい、大丈夫じゃない、あの、はい、
とんでもないミスをしでかしてます、僕。え、ちょ待ってください。泣きそうや。え、何や、何や。泣きそうな、僕、7号さん買ったんですよ。言ってましたもんね。7号さんと思いっきり言って、7号さん当たったんですよ、今。はい。うん、1号さん買ってるんですよ。ちょ待ってくれって。なんで、なんで俺1号さん買ってんの。塗り間違えた。塗り間違えた。塗り間違えた。2000円よ。2000円よ。2000円。え、当たったよな。3万ぐらいになるんですか、これ。多分これなりますよ。はい、聞いてきたら、おばちゃんに。これ7にならないですか。これ、いや、僕7買ったんですよっつって。絶対7って言ってたんですよって。753なら、753なら買ってんのか。71になってる。え、71? ええ、どういうこと。え、1はいいかったっすよね。僕らもう熱中症になってます。もう頭がボロボロとしてます。あれ、え、これもう決定っすよね。だって決定ですね。え、それ間違いとかないっすもんね。ここからが準決勝戦。準決勝戦なので2人2人2人1人ということになりますので、はいはい、うん、誰かのラインが3人っていう、そのラインの厚みっていうのはここレースではありません。はいはい、何が何でも BK を僕が取りたいんだよっていうタイプがいません。はい、2番の小坂井選手も、はい、そして1番の箱田選手も、はい、で箱田選手 BK バックは8本取っているんですが、はい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 、1番ありますよね。ただ逃げの決まり手ゼロです。本当ですね。なので箱田選手の場合は先頭で BK を最終のこの後ろのね線を通過したとしても、はい、全然残らない。残れない。一番この中で強いと言われているのがこの3番の長嶋選手、はい、108点、はい、になるので、まあ最終的にはもう力で後方に置かれて自分の位置が厳しいようであればもう長嶋選手がドカンといっちゃうんじゃないかなという形になりますね。4番の恩田選手も差し足、差し6回決まってる選手なんですよ、はい、ってことはこの人はついていたら差しますよっていう指標が出ております。はい、なので、3-4-4-3 の折り返しをまず本戦に置いて、はい、3-4 だけでもいいかと思うんですけども、はい、やっぱり長嶋選手の距離が長ければ恩田選手は差す足がありますので 4-3 からの6-2-5 というところの、はい、6点で、はい、これでいきます。短期の6番の選手からやっぱり今乗ってるってことですもんね、ランクも上がってっていうところなんで、ここからやっぱりその先生がおっしゃった強い、実力的には上の3番、はい、4番から、まあ、流しという形で、これ3点単ですか。プクです。プクプクでも結構、ね、100何倍とかも全然つくんで、これでプクで、じゃあ3点プクで、はい、プクです。長嶋選手は頭、そして恩田選手、もうここまではもう先生の言った通り、もう折り返しもしないです、はい、僕は、うん、やっぱ長嶋選手の実力信頼ということで、であとまあ紐には、すいません短期岡原選手もう抜いちゃうやん。かわいそうやん、はい、岡原選手だけすいません、喧嘩打ってきましたわ、はい、なんか誰かが6朝までどうのこうの言ってたんで、まあ、バカ言っちゃいけねえよと。おー来るね、はい、サシゴボックス1000高め待ち、はい、ということでいきます。なんかナイターっぽくなってきたね。ねえ、なんか雰囲気出てきたね。いい感じになってきましたよ。中心構えての号令、さあハンバーグって聞こえる。長嶋さん、岡原さん頑張って。関東勢が前から1人、3周青バンドホームを2から動くんで、中部勢2番小坂井、5番川内、はい、後ろ攻めからじわじわと車を上げていきます。6はその1番の箱田がこの中部勢を前に、まあ、17の後ろにまだ決めてますね。長嶋大輔はどうしますか。残り2周半、ここで長嶋は車を去りました。3、4が番後ろ、いやこれいいんじゃないですか、いいんじゃないですか。1番の箱田が切り替えて3番手、俺当たったら高太郎君も絶対当たらなさそう。ですよね。そうですね。ここでもう3番手1が先に向かい打つ2番の小坂井、小坂井も突っ張る。おっと小坂井、これはもう完全に 3-4 に流れが向きましたね。歩きました、はい、やり合ってる、ここやり合ってるんで、これ1も、はい、あーこれ6無理っすか。6厳しいか、ちょっと遠いですね。 3-4-7 とかになるパターンですかね。7ないな、7ないな。長嶋選手6、6切り替えましたよ。長嶋、6ついていけ、ついていけ、6いらん、6いらん、離されるか、6いらん、ついていけんか、いや、いい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 、
最終3、4強いな。7位だな。5、長島、6、長島、長島、うわ、ちょい、どっち、どっち、うわ、どっちこれ、3、4、5っぽかった。7じゃないですよね、3、4、5のように見えたけど。一着三頼むわ。ここは三来い。一着三で。おっしゃ。三来い。ありがとうございます。ありがとうございます。全津さんも当たり。当たり。当たり。私も当たりました。これ全員当たったんじゃないですか。さすがに。小倉頑張ったぞ。よかったぞ。ほらもういい走りやったぞ。帰ってきた。ここもいわゆるチームが3つに分かれてっていうところになります、はい、で、6番の選手、大石選手と4番の松坂選手、そして1番の小林選手ということになっておりまして、はい、ここに関してはさっきのレースは先行が誰なのか分かりづらいというふうに言ったんですが、ここは先行8割型6番選手。なぜかというと、まあ、6番の大石選手は逃げて、はい、結果を残すタイプ、はい、プラス後ろが同じ大阪の、はい、3番の神田選手という先輩になります、はい、ラインを組む中で必ず、まあ、チーム戦にはなるんですけども、はい、やっぱり同じ県同士で、はい、ついてくれるとより積極性が増すというのが競輪の一つ、鉄則といいますか、はい、あります。しかも神田選手というのは非常に義理堅い選手になります。義理堅い選手、はい、もう早々に人を裏切ったりとかするタイプではありませんので、6番の選手がかけてくれたら、はい、だとしたらお前の気持ちに応えるよということで必ず、まくってきたような選手とかをちょっとこう頑張って頑張って援護、なんとかこの人を残してあげたいというタイプ、うんうんうん、ただそこまで、めちゃくちゃ横が強いかというとそんなには正直、うんうん、強くはない。なるほど。なのでただ6番3番からは逃げるんだけれども、ちょっとまあこの3番の神田選手がどうですかね、言っても 2,3 着までの候補になるから、はいはい、で今この5番の、杉森選手っていうのはここ数ヶ月綺麗に切れてます。キレッキレな選手、キレッキレ、キレッキレな選手になりますので、やっぱり今の調子、5番の杉森選手頭で、5番1番ラインすんなりの小林選手を残し気味、あとは力で飛んでくる4番の松坂選手も2着に絡めて、さらにちょっとオーバーペースでちょっとかけて残せなかった場合には、はい、後ろの7番の池田選手もしっかりしてますので5-7というところから、はい、でちょっと3着に3番の神田選手も入れると、はいはい、いう形で行かせていただきます。ちょっと時間なくてバタバタ買っちゃいましたけど、51の347、5347の1ということで、各1000円6点6000円買いました。3番から1456、500円ずつで、これで当たったらプラスに持っていけますと、でボーナスで3頭の3連単いきました。でちょっと絞りました、はい、51の347各3000円、531 1点だけ1000円、合計1万円。あ、ルーティーンやってる小林選手、ルーティーンやってる。ルーティーンやった今の。ルーティーンやってる。ほんまに結構違反のよ。でも11レースのスタート、2つ目の S 級準決勝、インコース1番小林選手、神田さんもめちゃくちゃスタート遅かったです、ね、いや今後ろが欲しかったですね、はい、もう初手から待ちましたね。で6も引いたんで後ろから抑えますよっていう作戦で、これ1位先行しそうじゃないですか。あんなことないですか。1はしないですね、もう前行ったんで。あー、なるほど。4コーナーからホームストレッチ、残り3周の青番ケージが見えてきました。この位置取りですと、やはりまず6番の大石が動くのではないかと思われます。ゴースケー、その大石6番手、前は1番の小林、そして1コーナーに3者大石です。3番神田を連れ、あった、しかし4番手から4番の松坂、ちょっと注文をつけます。松坂が大阪勢の上昇に、ちょっと大丈夫かな、後ろは1回1が突っ張りましたね。小林体勢も突っ張り気味に踏んでいる、めちゃくちゃ外回してますよね。そうですね、そうですね、かなり。あんな回すんや。変わりません。一応今ちょっと4も6のことを見て、はいはいはい、6が行った時に一緒に行きたいと思うんですよね、はい、あ、いたーゴースケー、いいぞー、踏めー、やってんな、やってゴースケー踏めー、出させて、やってんな、いいよ。で今3は1番いいとこいますね。3はいいで4が来ました。ゴースケー、そのうわ、これちょっと大丈夫か、大丈夫か、
やめてくれ小林選手いけ赤い顔がきついこれ引いてめえ踏んでくれ5いけ5いけ杉森あらー杉森いったいや届かへん届かんかいけいけすごい145誰も持ってない145持ってないですね。はい、いよいよ、はい、最終レースでございます。あもう早いわ。最後だけなんかこのカラーじゃないですか、はい、ちょっともう盛り上がってきましたわ、はい、なんかいい ね、ドキドキする。わかる。ここで回収率 100% 超えを目指していただきたいと思います、はいはい、そうですね、そういう買い方しないといけないですね、うん。私は正直今日このメンバーを全部見たときに出走表を、はい、この12レースは硬いんじゃないかなと。あら確かに勝負レースっておっしゃってましたもんね。勝負レースにしてもいいんじゃないかというふうに見ております、はい、まずこれ3番千葉の牧田選手、はい、で6番神奈川の松坂選手2人でチームを組みます、はい、南関東地区、はい、で1番地元奈良の山本選手に、和歌山の藤田選手7番三重の柴崎選手、はい、中部近畿のライン、はい、そして、5番福島の佐藤選手と2番宮城の大月選手5番2番と北日本勢が行きます、はいはい、まあ乗りに乗りに乗りに乗ってるのがこの5番の、はい、佐藤和信選手です。福島のもう動きがすごい冴え渡ってます。誰かが逃がしていい位置取って、はい、そこからきっちりまくっていきますよといういわゆるそのまくりの、はいはい、切れ味が抜群でございます、はい、3番の、牧田選手はどちらかというと逃げて結果を残すタイプで他の選手が先行したからないのでおそらくサブ6が逃げていくっていう展開になると思います。で一取り1番地元の山本選手もいるんですけれども、はい、やっぱり近況の出来を見ると5番の佐藤選手なので最後鐘が鳴ってる時なんですけれどもカン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 って鐘が鳴りました、はい、3番6番主導権握ります、はい、で5番の、佐藤選手が中段取って、はい、おそらくもう後ろになった1番の山本選手の動きを見ながら今日もあったかと思うんですが前はもう逃がしてもまくれるぞという自信があると思って、はい、この人の動きだけ見て一番嫌なのはこの人がこう来た時に自分のコースがなくなって抜けきれないっていうのが嫌なので、はい、1番が後ろからもう来たっていう時にかぶらないようにここから先に出ていく。で後ろを回る2番の大月選手っていうのももう G1 戦とかでも活躍する G1 の決勝にも乗るような選手になりますので非常に強い。もうこの北日本ラインのワンツー抜き差しモブっていうところで私はもう一つこのレースは5-2固く収まるんじゃないかなと。なるほど、はい、5番2番の折り返しから3着1-4でちょっと1番の山本選手のスピードも良かった時の場合に、この 5-2 と被るところがあるんですけど1-5-2のボックスも入れて、はい、この3人ボックスの10通りになるんですがここで最後は、はい、買わせていただきたいと思います。私そこそこマイナスのまま迎えましたので点数を減らしました。思い切って 5-2-1-4 高8000 これ当たればプラス当然で、まあ、オッズこの後ちょっと下がるのも込みで少しちょっと乗っけて帰ってます、はいはい、やっぱもう今日は先生の言う通りに全部なってるんですよ。ほぼ当たるときはねなってる8割7割方ぐらいなってるわけですよ。って考えたらちょっと絞らせていただいて 5-2 からの折り返しの 1-4 3000ずつということでこれで全然まくれるんでこれでいきます、まずはこの2552の1347という、まあそのまあ、人気どころですしなんかその明らかに頭一つ抜けて5が強いということもありまして、展開がどこがここかなと思うんですがもうここじゃないときじゃあどこかってなったときに、まあ、36に関して牧田選手とはちょっと厳しいんじゃないかなというところで今回買いました、2連単5000だけです。14佐藤さん、純ちゃんって誰？純ちゃん、しんちゃんって言ってるんですかね。しんちゃんか、はい、
山本慎一さん地元の。なるほど。慎一さんと和信さんがいる、これ気づかんかった。自虐なだけや。南関東2社、3番牧田秀彦、6番松坂英一で3コーナー通過しました。ラストやからね、すんなりラストやから、ただの終わりなわけですから。全員よ、全員、全員、ただ全員、全員、そうね。大体だから5、2で入ったら大体みんな全員だから会社員プラス100超えるってことでね。20万あるよ。初手1は5、2中段取ってくれたらありがたいです。はい、これは本当にお狙い通りですか。ここはいいですね。3、6行ってうまく5、2終わって、苦しい展開ながら見事に直線差し切っています。そして7番車三重の柴崎俊光がラインの3番手、中段に人気の北日本コンビ、5番の佐藤和信、2番の大月博則です。マークリ主体の広角戦、今まさに絶好調佐藤です。女戦が苦しい展開かと思われたんですが、冷静な立ち佐藤選手、佐藤さん頑張れ。上位の大月ひろのり、この大月の刺し目、あれ多分あの今ルーティーマークなんですよね、本人の中での。なんか、はい、答えてくれたんかな。違うんです。あそこでやっちゃうとダメなことなんですね。そうですよね。2人が後ろ攻め、3番牧田秀彦、6番の松坂英二です。牧田は昨日判断が光りました。打ち上げにセンター打ちを救って、いい数値にアングルサブローってなってるな。なんかマージャンみたいな数字から数字で、ほんまや。残り3周、3番、6番がいった6番の松坂リャンウーね、まずリャンウーね。5番の佐藤はこの南関東の2人を前に置き出して、ああ、ちゃあかんていったんていよ。ってことはこれはいいってことですか。いいんじゃない、いいんじゃない、これすごいんじゃないですか。あれ5がめっちゃいってる。5番の佐藤が動いていった。これ消えない、今あー6が離れた。しかしこれちょっと大丈夫、もう一回6が来て、きついっすか。松坂ちょっと連携させたんですが、でここでちょっと1と5の位置がバッティングしそうなんですよ。3番手山本はこう、でもこれ5がやっぱ1コーダーから欲しいですよね。そのバッティング欲しいですよね。でも叩いちゃった。でもここで1と踏み合うとこれは5の5の門ですよ。5の門、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 5の門。そして2も頭早く5が佐藤選手、佐藤さん、いけ、踏んでくれ、いけ、いけ、いってる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 、2もついてけ、2もついてってくれ、頼む。うわ、ブロックされる、ブロックされてる、上手、上手、うわ、5が逃げる、5がきつい、あー、163だ、163、1前3とかのやつ、あとは3番が来た、163、うわ、最後ゴール体勢はバラバラになりました。まさかやな、最終2センター、大月4番藤田に落下点、すごかったな。入れちゃいます。5万4000負けちゃいましたけど、でもなんかやっぱいいね、いいいいいい、帰ってきた額5万4000です。じゃあ行かせていただきます。ありがとうございます。久々に私払い戻させていただきました。よかったです、ありがとうございます。すごい少ないけど行かせてもらっていいですか。な、え、2レース2レース的中で、いいね、やっぱ的中車検っていうのはいいですよ。あーでも結構返ってくる。はい、1万3340円戻ってきました。僕も2レース当たりました今日は。はい、ということで2万300円払い戻しです。悔しい。お疲れ様でした。お疲れ様でした。さあ結果の方から発表していきたいと思います。はい、じゃあザコから。はい、ザコからその言い方な、あごめんなさい、ごめんなさい、ダメだった人から発表していきたいと思います。クソザコからいきます。クソザコから、はいはい、ゼンツさん、ゼンツさんか、ゼンツさんか、マイナス48,700円、回収率 29.42% で、はい、さすがでした。そしてコウタロ君、はい、マイナス27,060円、はい、回収率 33.02% でございます。すいません。そして私、はい、マイナス19,000円、回収率 73.97% でございました。さすがでした。ただですよ、ただ先生がね、はい、先生がさすがにがだって今日8分の、まあ、6、7までいかなかったですけど、まあ、5、6ぐらいまではもう2人の前回予想して、前半175%のところです。そうですね、175%、めちゃめちゃ当ててた。勝者プレゼント、それは私、先生ですから。回収率 95.5% でございました。なんで、なんでなんすか。どうした、ちょっとどういうことですか。どうした、ここに来て、はい、算数の弱さが出た。算数
後の最後に、はい、まあたとえ負けたとしても、はい、あのちょっとプラスになるようにせこく やろうと思って、はい、やったんだけれども最後の最後で計算を間違えてしまった。なんでちょっとちょっと、600円マイナス600円マイナス600円一番ダメだ買いすぎちゃったってこと買いすぎちゃいました。なるほど、だから結果視聴者プレゼントはゼロということでございますので、すいませんでした。ただですよ、はい、あの我々今日先生に教えていただいて、はい、まあ、たくさんこういろんな情報も得て、はい、学んだ部分も多いんじゃないですか。そうですね、うん、あんだけなんかビシッと決まるっていうのが、はい、ここまであんまりなかった、はい、だから1話目っていうのはそこまでまだなかったじゃないですか。おいおいおい、橋本先生をビシってるとかそういうわけじゃないんですけど、あんだけうまいこと決まったら気持ちよかったっすもん。あれで当たってみんな当たったりしたじゃないですか。あの気持ちよさ本当ありがとうございます。味わわせていただきました。本当ありがとうございます。すごかったよね。初めて来て、はい、初めて車検買ったわけですよ、はい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 、車検すら先生に教えてもらいながらようやく変えたとこから始まって、マークシートもね、そう、はいはいはい、予想も得できるというかピンとくる予想で、それ当たった時はほんまに気持ちよかったんで、また機会あれば読んでいただければと思います。もう僕に関しては、はい、最後1、4で当たってたんちゃうかなってまだ思ってんねんけど、ずっと言うてるやん。スタッフに半分くれとか言ってたもん。スタッフに言ってるけど半分だけくれよめちゃくちゃなこと言ってましたからね、ほんまに。ちょっとこの悔しい気持ちは家持って帰って、うん、すいません明日以降も買わせていただこうと思いますので。いや買っちゃうよね多分ね、はい、買っちゃうよね。買っちゃうね。夜までやってるしね、うん、やってんのよ。家やったらねビール飲みながらでもできるわけですからね。そうなんよ、仕事終わってから間に合うのよ。そう間に合うの、ね、だこれすごい楽しかったんで、またぜひとも。ありがとうございました。本当にありがとうございました。本当にあの僕もこんなにも一生懸命聞いてくださって、はい、第1弾見てたんで、はい、こんなにも僕の狙い目をきっちり、はい、あの買ってくれるなんて思わなかったんで、ちょっとプレッシャーもあったんですけれども、その中でも競輪の楽しみ、また画面越しの皆様にも少しでも伝えられたらなと思いますので、またあの競輪場にも足をお運びください。場に来るのはね、全然ちゃいますからね。次回は8月の17日、うん、ゲストにペロリナちゃんをお迎えして、先生は、はい、大津さんではないんですよこれ、いやないんですよ、ね、もしかして奈良競輪場にはおります。私もそのいらっしゃるんですか、はい、この画面の中におります。うわ、はい、そっちの画面の中にはいるんですが、なるほど。大津さんはお忙しいみたいなんで、お忙しい、言い方悪いな、うん、あの方暇みたい、あの方でしょここにはあの橋本先生が言っていただきますんでなんであの次、はい、もう今言っときます、忘れんうちに、はい、橋本さんの裏を買うと、裏だけ覚えて、ね、それだけはこれを合言葉に8月の17日に、はい、ペロリナちゃんをお迎えして橋本先生が来ていただいて、はい、生配信を行いたいと思いますので、はい、皆様ぜひともまたその時お会いしましょう。ありがとうございました。さよなら。さよなら。8月の17日水曜日は奈良競輪場にて公開ライブ配信です。先着順の来場キーワードプレゼント企画もあります。当日多目的ホール正面入り口に待機している受付スタッフに先駆け車検塾と伝えていただければ先着で50名様に車検塾オリジナルグッズをプレゼントでございます。入場無料、皆さんぜひ遊びに来ていただきオリジナルグッズをゲットしてください。